かんで。よし。何を言ってんだお前。今日はスーパーイリュージョンやるぞ。え？イリュージョン？プリンセス天下もびっくりのイリュージョンですからね。そうだよ。たまにはやっとかないとな。この忍者チャンネル、はいはい、マジックやるって言ってるからな。全然やってないです。数ヶ月やってない。今日使うのはな。お久しぶりーふ。みたいな。今日はこの買ってきたマジック。はい。とこのメモ帳、これを使ってやるぞ。マジックのマジックときました、ね、あのおはぎとゆいちゃんの脳内に潜入する俺が、ブレインダイブだ。あよしやるぞ。では説明します。このマジックとペン、まず私がこれで目隠しをします。お、そしてゆいちゃんがこのペン、5種類のペンの中から思いついた好きな色を選んで、こちら1枚紙をちぎってですね、大きな丸を描いてもらう。ほう、簡単でしょ。簡単。では私は目隠しをします。はい。これは何にも見えない。これは見えないです。で、もうこう背を向けとこうかな。おお、すごい。なおかつ。なおかつ。え、さあゆいちゃん、まず紙を1枚ちぎってください。はい。ちぎりました。ちぎりましたか。はい。じゃあその中の好きな色を使って大きな丸です、はい、よく考えてくださいね。あ、分かりました。まあ、ゆいちゃん色の青を使ってもいいし、お、まあ、おはぎの赤でもいいし、お、まあ、オレンジ、緑でもいいし、でも結局自分の青でもいいんだよな。え、赤でもいいし。さあ好きな色を選んでください。もう脳内に入っています。え、そうだ。大きく丸かけます。はい。本当にわかんのかなこれ。書きました。書きましたか。はい、じゃあそのペンを戻してください。戻しました。じゃあその紙を折りたたんで、はい、自分の懐に入れてください。おー、完璧にそんな隠していいんですか。いいです。いいんです。ブブブ。いいんですか。いいんです。入れましたか、ゆいちゃん。隠しました。じゃあ私取ります。これで分かったらすごい。いや、これリーダー、これはさすがに分かんないと思うんですけどね。分かんないと思う。はい。あ、どの色かな。ゆいちゃん、ゆいちゃんの脳内を見よう。ゆいちゃんな、黄色かな、気持ち的に。青かな、ゆいちゃんは。いや、緑かな。オレンジかな。赤かな。じゃあ私も書きます。よし、決まった。これ大丈夫ね、ここにいないよね。ここにいないですね。ないよね。本当にわかるんですか。本当にわかるよ俺は。怖い。気持ちがわかるから。何もこれ打ち合わせしてないから。怖い。ゆいちゃんの選んだ色は外したと思ったのみんな。絶対、あ、違うの持ってると思いました。さあゆいちゃん出して。じゃーん。すごい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 。ブレインダイブどうだリーダー。これすごい。すごいやろ。すごい。やっぱリーダーだから。でもこれ、うん、5分の1の確率で当たるんですよ。うん、はハギもやってみたい。ハギも勝つろ、はい。いや、これで俺当てられない自信ありますよ。え、だって5分の1ですよ、要は。そう、それは考えてることは絶対わかんないです。ハギ、お前の考えたのがもうバカなことしか考えてないんだから。いいよ、じゃあバカなことしか考えてない。じゃあこれは、ちょっと待って、分かった、じゃあハギに書かせてあげる。じゃあ俺もう一回目隠しするね、はい。すごいだろ。すごい。すごいです。全く見えてません。全く見えてない。じゃあいきますよ。どれしようかな。君に決めた。神々。神々。神々。なるほど、リーダーが喋る前に。そうですそうそう。誘導されてるかも。思いはなんだろうな。自分でバカなんじゃない？いや、赤、ピンクとかさ、赤さ。
オレンジ。でも、黄色好きなんだよな。あ、よく知ってます。ああ黄色好きなんだ。でも、書いてる。いや。何ちょっと待って、ちょっと待って、まだ話さないでください。あまだ話さない。なんだよ。なんで時間かかってんだよ。はい、OK です、OK です。本当？よし。外すよ。はい。お前、書いたペンだけ隠したりしてないだろ。そんなね、用事たことしないですよ。さっきそんなことしなかったしないですよ。なんで今回だけそんなするんですか。いやお前あれハギの脳内に入れないな。入れない。ほら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 。お前。ああえハギ臭いの探せんやろ。ハギ臭いの。そんなねブレインダイブなんてできないですよ簡単に。私の考えこと考えてることね。マジで。分かってもらった。え。神ですね今日。ちょっとね私朝一で頭が回っていません。よし分かった。え？これリーダー分かってないですね。分かってるよ。分かってる。分かってるよ。そんなね私のね反応を見てね分かろうなと思ったんですけど。私あのこの間センブリの時も分かると思うんですけど芝居できるんで。絶対当ててやる。分かんない。絶対分かんないです。難しいな。あーリーダー分かってない分かってないリーダー分かってない。分かった。アギの選んだのはこれだ。当たりで。よーし。え、なんで？なんで？これ種は明かしてないっていうか種ないからね。ブレインダイブです。ポチッと。なんでわかったの？すごいなのリーダー。すごいですこれ。すごい。はい。もう一回やってください。嫌だ。もう嫌だ。教えてもらったりもできないですか？これは聞きたい人は伊勢忍者キングダムにぜひ聞きに来てください。お待ちしてます。お待ちしてます。あれ？今日はもう終わりじゃないんですか？なんかあるんですか？お手紙が届きましたので人狼さんかと思います。おお。手紙。なんだろうなんだろう。楽しみですね。楽しみよ本当に楽しみ。いっぱい入ってる。すごい。ちょっと読ませていただきます。忍者チャンネルの皆さんへ毎日学校から帰ってくるとすぐに忍者チャンネルを見てます。ありがとう。嬉しいね。弟が2人いて大変だから見れなくて夜寝るときに忍者チャンネルの人たちに会いたいと言って泣いたこともあります。でもいつか忍者チャンネルの皆さんに会いに行きたいです。リーダーおはぎちゃん、ゆいちゃん、世界で一番大好きです。私も学校を頑張ります。皆さんも頑張ってください。チャンネルをやめないでほしいです。頑張ってください。ああどうもありがとう。すごいいいお手紙だよね。あ、かわいい。あ、ポケモンも書いてくれてる。弟が2人いて大変だから。見れなくて夜寝るときに、女の子ね。女の子ですね。あー、かわいい。ポケモンも上手。弟のやめないでって書いてあります。やめないよ。やめないな。じゃあゆいちゃん泣くなって。泣くな。めっちゃいいこと書いてある。やめないよ。俺とゆいちゃんはやめない絶対。ハギはやめるかもしんないけど。なんでですか、なんでですか。やめないですよ。お前も泣いてんの。泣いてますよ、こんないいお手紙もらって。お前やめろ。お前俺が白状っていうか、お前スマイル出んじゃねえかよお前の。
すいません、あのおはぎだけやめることになりそうで。やめないです、やめないです。私は何があってもやめませんよ、忍者さんで。ありがとう、本当に質問も来てますよ。質問も泣きやんな、ゆいちゃん。泣きやんな、本当に。ゆいちゃんはマジの涙だからな。ゆいちゃんね、そんな、やばい、俺も泣かないとハギと一緒で白状のやつみたいになっちゃうから、ね。見てください、これ夜寝るときに忍者チャンネルの人たちに会いたいと言って泣いたこともあります。泣いちゃうんですよ。俺も泣いちゃうんだ。 お前のせいはおでこから泣いてんじゃねえか。俺質問がね、書いてありますよ。質問、好きなポケモンは何ですか？私はアローラロコンが好きです、うん、メロン好きですか？私は嫌いですって書いてある。俺も嫌いだよ。美味しいけどね。スイカも何ですか？スイカも嫌いだけど、今俺もメロン嫌いだった、一緒だったよ。メロン大好きです、うん、なんだよそれ。ゆいちゃんはメロン大好きです。で、メロン美味しい、ね、美味しいよ、ね、一緒に好きなの。ポケモン何が好きですか？これはもうリーダーはやっぱ得意じゃないんだけど、ピカチュウしか知らないけど。ピカチュウが世代じゃなかったかな。ピカチュウが好きなんだ。私はベロリンガっていうポケモンずっと好きです。こうやってベロベロ、やめろやめろお前。こういうポケモン感動の回なんだから、やめろお前。ゆいちゃんは？私はね、虫ポケモンが好きだよ。あ、虫ポケモンね、ストライクとか。あ、すごいよ、ちゃんとこっち裏もね、すごい上手で。ゆいちゃん、リーダー、おはぎ上手。すごい。わあ、みんな大好きって書いてありますよ。会いたいって書いてくれてる。どうもありがとう、本当に。嬉しいね。会いたいね。会いに行きたいけど、俺たち行っちゃったらびっくりするだろうから、来てもらった方がいいよな。会いに行きたいですね。会いに行きたいよ。まだあるよ。一人一人に手紙まで書いてくれて。じゃあちょっとリーダー開けてみようかな。あー、かわいい。かわいい。リーダー、女の子好きだからかな。女の子の絵が描きたい。かわいい。上手、うん、かわいい、すごい上手、うん、じゃあ私も開けていいですか、うん、あ、推しの子のあれかな、カードかな。あ、どっかで推しの子好きって言ったから、推しの子のカードを入れてくれました。どうもありがとう。嬉しい嬉しい嬉しい。だってね、踊ってたからね。嬉しいよ、ね、お前貸せ貸せよ、俺も、ね、お前何好感度上げようとしてるの。ちなみにゆいちゃんは本当に涙です。これは本当にゆいちゃんは目薬使わない。おはぎさんにあげます。リーダーも欲しかったら喧嘩しないで。欲しいよお前。俺のだよ、俺のだよ、俺のだよ、俺のですこれ。俺だってリーダー推しの子見てないでしょ。見てるよ推しの子。じゃあこの子名前何ですか？え、この子ゆかだよ。違います。ゆかと、ゆかと、きょ、ゆかと京子だよ。ゆかと京子だよ。ゆかと京子じゃない。欲しいよ俺も。でもまあおはぎにくれたからありがとう。それぐらい大切なんだぞ。はい、大切に使います。あの、私も貼りたいけど貼っちゃったら終わりになっちゃうから、貼らずに大事に保管させてもらいます。ありがとう。大切にしてたよな。財布に入れとけばもうマイナンバーカードにしろ、お前の、お前のやつ割っちゃって、もうこれお前のマイナンバーカードしろ。うるさい。マイナンバーカード俺言うんですよ。バキバキにしてやだやだ。免許とかも捨てて、これ1枚ゆいちゃんが読めないじゃないですか。ゆいちゃんの、ごめん。私のやつはですね、かわいい、見てください。すごい、ブレスレットが入ってますよ。すごいね、人手、人手とか海産物だよね。かわいい、かわいい、魚とか。すごい。あ、私がいつもここにゴムをね、つけてるの。見てるんだ。ちゃんと見てくれてるんですね。あー、もうこれ毎日つけます。かわいい、かわいい。よかったね、ゆいちゃん。すごい、すごい嬉しい。いや、本当にありがたいよね。ありがたいですね。このちょっと ふざけて目薬さしましたけど、本当に忍者チャンネルここまで続けてきてよかったなって思う、はい、あ、終わるわけじゃないんですけども。これからも頑張っていきたいとね思いますね。ぜひ会いに来てください。はい、またね、お便りも受け付けておりますので、皆さんぜひお手紙送ってください。待ってまーす。あいか、ま、止まんない。刺すな刺すな、落とすな落とすな。ドキッと。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。泣いてる。コメント質問もお待ちしてます。おはぎ感激。3月30日土曜日、忍者チャンネルファンミーティング開催。イエーイ。で、忍者キングダムを楽しんでいただき、私たちと一緒に遊ぶイベントです。大会、水大
再開、生質問コーナーなどよ、かまちゃんの一発ギャグコーナー公開収録もあります。皆様との記念撮影や記念品のプレゼントもあります。第2回はあるかないかわからないイベントです。おそらくないと思います。ですのでたくさんのご参加お待ちしてます。一緒に盛り上がって楽しみましょう。参加方法は近日中にお知らせします。3月30日土曜日、開けといてね。開けとけ開けとけ、鎌田が通る、開けとこ。やった。皆様とお会いできるのを楽しみにしてます。忍者チャンネル。